やってみたかったんだよね。夏の河原で唐揚げとキンキンビール、いただきます。うわ、うまそう。あー、うまっ。うん、やば。大地、あー、最高の夏だな。どうも、カブトです。テントの設営はね、後にしまして、唐揚げタイム楽しみましょうね。2本目はセブンイレブンのレモンサワー。これ完全なる計画的犯行ですね。これ唐揚げにね、やばいくらいに合うと思いますよ。あー、やばい、これ優勝ですね。100点満点ですよ。ただいまの時刻、5時31分、気温が 36.2 度ですね。そういうわけでですね、テントの設営も終わりまして、廃材のね、バドニングも完了しました。今日もね、暑さがね、尋常じゃないんでね、ちょっと、水分補給しながらいろいろ進めていきたいと思います。今日もね、大好きな第六野営地に来ております。この第六野営地はですね、夏になると周りに草が生い茂ってですね、外からこの場所が全然見えないんですよね。この道から入ってくるんですけれども、道の入り口もね、草が生い茂っててね、全然わからないんですよね。でね、中に入ってくるとこういう開けた空間があるんですよね。でですね、目の前がですね、川なんですけれども、流れが穏やかなんでね、湖見たくなってるんですよね。なので、秘密基地感満載なんですよね、この第六野営地は。テントの方はですね、夏の野営最強の網戸テント、アーストリッパーですね。今日もね、この第六野営地でね、真夏のオーバーナイトを楽しんでいきたいと思います。ただいまの時刻、6時15分、気温30度ちょうどですね。今日はちょっと早いんですけれども、ハイボールに行きましょうか。今日は角ハイです。ウィル・キン・ソン、赤。第六野営地に乾杯。
今日も楽しい夜なんだろうな。オリーブオイル。今日はね、これからアヒージョを作っていこうと思ってるんですけども、ニンニクだけで作るね、ガリージョを作っていきたいと思います。ニンニクだけにね、ガリージョです。これほら便利でしょ。業務用スーパーで買ってきました。キャンパーの味方ですね。むきにんにく、味付けはですね、安丸だしのね、ロースだしのみですね。これで完結します。ティーパック一つ入れるとね、味決まっちゃいますから。ここでね、痛恨のミスが発覚しました。鷹の爪を忘れました。アヒージョにね、鷹の爪がないっていうのはちょっと痛いですよね。なので鷹の爪の代わりに七味唐辛子使います。完成しましたね。七味唐辛子のガリージョです。まあキャンプに忘れ物はつきものですからね。早速味見してみましょう。どれどれ、いただきます。あ、あ、うま。これもやばいわ。高橋商店安丸だし、これやばいわ。うん、これ完全にキャンパーの味方だな。うん、これハイボールにぴったりだな。これタカの爪があったらね、もっと完成度高かったんだろうな。タカの爪どこ行ったんだろうな。入れたつもりだったんだけど、昨日まではあったんだよな。それにしてもうまいな、これ。
ホタテのアヒージョ、ホタテージョですね。ホタテージョにはですね、青の安丸だし、極上海鮮だしですね、これを入れていきます。で、仕上げはバターですね。ホタテって言ったらバターだよね。バターの香りが素敵だね。完成しました。ホタテのアヒージョ、ホタテージョですね。やっぱりバターは正義だな。ホタテージョに合わせるお酒はやっぱこれしかねえんじゃねえすか。鬼殺し。今日はね、暑いんでね、鬼殺しもね、キンキンでいきましょうね。鬼殺しクーリングシステム。それではホタテいってみましょうか。うまそうでしょ。やば。あ、これはやばいわ。で、鬼殺しね、いってみますね。あー、しみる、しみるな。クソ暑い、クソ暑いと言いながら、夏はキラキラした思い出に変わっていく。だから歯を食いしばって、夏は遊ばないといけねえんだよな。今日もクソ暑い河原で鬼殺しをちびりちびり、きっとキラキラした夏の思い出に変わっていくんだろうな。しみるな、しみる。ソロキャンプ最高。しかし、あっち。ただいまの時刻、9時1分。気温はね、
26.5 度になってますけどね、もうちょっとあると思います。今日もね、楽しい第六夜市なんですけれどもね、ちょっと暑いぞ。今日の締めはね、パスタいきます。今ね、暑いっす。まあ、焚き火やってるっていうのもあるんですけれども、尋常な暑さじゃないっすね。今年はこれどうしたんだろうね、これね。まあ、自分史上でね、最高の暑さでしょうね、今年の夏はね。今日の上がりはね、パプリカのペペロンチーノを作りたいと思います。これね、業務用スーパーでゲットしたんですけれども、これ全部切ってあるんですよ。これ彩りも綺麗ですよね。オリーブオイル、そしたらね、ペペロンチーノなんでね、業スーのこれむきニンニク入れちゃいます。そしたらここにね、安丸だしのね、緑ね、贅沢ロースだし、これで味完結です。ゴロゴロニンニクのパプリカのペペロンチーノ完成です。これはうまいわ。なんかヘルシーな感じするでしょ。ゴロゴロニンニク、ごちそうさまでした。今日の締め最高だったね。ただいまの時刻12時5分、気温 24.2 度ですね。鬼にやられてちょっと落ちてました。日付が変わってしまいましたね。
せっかくですからね、もう少し焚き火楽しんで休みたいと思います。枝豆にはね、これなんですよね。休まるのね、スパイスだし。これかけるとね、格段にうまくなりますから。ビールが進むわ。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいまの時刻6時10分、気温が 26.9 度ですね。いやいや、目を覚ましたと同時にですね、激しい通り雨にやられましてね、いろいろなものを幕内に込んだりね、キャノピー立てたりね、バタバタしました。なのでびしょびしょです。今は雨は上がりましたね。蒸し暑いです。雨はすっかり上がってみたいですね。今日も暑くなるみたいですからね、暑くなる前にキャンプ活動をしましょう。アイスコーヒーの前にね、今日の朝ごはんはね、冷やしヌードルなんでね、ちょっと時間かかるんでね、水入れときましょうね。それではアイスコーヒー行きましょうかね。今日もバリスタです。あー、うまい。やっぱり夏はアイスだな。冷やしヌードルね、6時44分からなんで、今ね20分経ったんで、ちょっと見てみましょうかね。どれどれ、よし、じゃあ盛り付けていきましょう。完成しました。冷やしチリトマトですね。トッピングにプチトマトと卵を落としました。いただきます。この景色を眺めながらね、冷やしチリトマト最高だね。うん、冷やしでも全然いけるね、プチトマトね。うん、次はカレーでもいいな。ごちそうさまでした。
夏キャンプはね、暑いんだけどね、この雰囲気がいいんだよね。朝ごはんも食べ終わったんでね、焚き火が落ち着きましたら撤収の準備に入ります。ただいまの時刻7時51分、気温 33.1 度ですね。撤収完了です。いやいや、朝から暑いわ。いつもの夏よりもね、ちょっとね、暑さが違うよね。ちょっと危険な暑さですね。これから先まだまだ暑いと思うんでね、夏キャンプのね、ちょっと対策考えなくちゃいけないですね。暑いんでね、とっとと帰ります。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブト TV でした。今年の夏キャンプは暑いけど、ので飲むキンキンビールは最高株式会社だぞ。間違いねえっす。